あ、ちょっと待って。なんだっけ。今電波で、あ、高速モードだ。よかった。今日は、時間通りじゃない、2分遅れ、時間通りの2分遅れで始めました。いやー、まあこうしてね、誰も聞いてないけれど、今まあだね、いつもそう、まあ本当にね、1人2人聞いてくれて、もうそれだけでなんとか保っている、僕のモチベーションですけれどね、本当にやらなくね、こうでもしないと本当に音楽なんて、いや音楽はまあ今日もね、夜なんかあるんですけど、あるんですけどって、いやではないんだよ。みんなで集まって、ね、なんかみんなで歌おうっていう感じの、どんな曲だっけな、忘れて、まあいいやそういうのとかね、そういう集まりとかもあって、まあいろいろと機会は開かれていっているんですけれど、それでもやっぱ自分の歌を歌いたいなというのは、歌う必要がないけれど、でも僕が僕だからやっぱ歌わなきゃなって、もう本当痛切に思うわけです。ね、これさ、ね、30分歌ったら、これを閉じて、真っ先に自分の田んぼに向かって、こんな感じでね、この季節はね、本当にね、イノシシがそこら中をね、もうこことかね、いやここはただのなんか空き地なんだけどね、こういう感じでね、イノシシがすごいのよ。イノシシがね、もう僕の田んぼを毎日なぎ倒していくんですよ。まあ、大きい売り棒なんだけどね、電柵してあるからね、電柵の間ね、ビリビリ大変なんだろうけど来るんだよね。それでもう本当困ってまして、毎日 2,3 時間倒された稲を立て直し、収穫まであと1週間か、毎日そんな感じですわ。これを1時間です、仕上げ 2,3 時間かからなきゃ、もう1時間という間違った目論見で、4時だろう、今3時半に終わるんだよね。3時半に終わったら田んぼに向かって、でもまあ4時になるか、4時から5時まで、5時まで1時間、なんとか田んぼ今日は入られてないといいな。入られてないといいけど、まあ入られてんだよね、毎日新しくなぎ倒されても、ほとんど立て直さなかったら全滅してるんじゃないのかなっていうね。ねえ、そんな日々、ね、5時に終わったら子供を迎えに行き、それでご飯、まあね、奥さんが用意したそのカレーを食べて、それでそのお店に行き、でみんなで歌って、楽しいひとときを過ごすという、ことなんですけれど、ねえ、もうずっと喋ってようかな、もう本当に誰もいないもんね、独り言喋って、もう、いや歌になろう、なんか愚痴ばっかりになってしまいそうだこれだな、
一つからやってきた一人です。一人で愛、一人思い、一人生きる。一人一人が響き合って一つ。一つここにある、一つ。一つここにある、一つここにある、一つ。ありがとうございます、ありがとうございます。お、どなたかありがとうございます。あ、酒井さんこんばん、こんにちは、ありがとうございます。はい、誰もさっきまで誰も聞いてる人がいない間、歌を始めず、相当愚痴だらけで、もうこのまま喋り倒そうかな、一人で愚痴を喋り倒そうかなって思って、いやいや、そんなことして何になると思い、歌うことにして、いいところで聞いてくれまして、ありがとうございます。夢のような毎日だ、たどり着いた、
の終わりを告げていました。川の向こうの社の大樹、川もキラキラ、葉っぱがざわわ、小さな小さな男の子と女の子が仲良く仲良く手をつなぎ、夏の どこ行くんだろう夏の夜の明かり、冬の夕暮れ行くあてのない旅、自転車に乗ってあの川を登る、柔らかい風ほのかな恋心、思い出の丘置き去りの約束、子供の笑う声遠くの排気音、あの日と同じ太陽の角度が、また今年の夏の終わりを告げる。遠くに見える街は僕の明かり、二人の行方は誰にもわからない、乗り捨てられた車とひまわりと、どこにでもある
石ころと先日ちょっと今、先日ね新曲が朝起きて、変な夢を見てね、まあ夢の夢からね なんだろう夢とかね、いろいろと日々のあれ来るねって、あなんだえっ、ー、となあが学童で働いてるんですけど、1年生あもう2年生になったか2年生になった子がね、男の子がね、ちょっといろいろと遅いんですよ、遅い子が、もうあのみんなが僕を死ねっていうのとか言うんだけど、あのじゃあ僕に死ねって言ってるのとかなんか言うんだけど、あの誰も言ってないんですよ、そういうことは。でもみんなそういうこと言うから嫌気がさして、あのみんなその子から離れていって、なんか僕もめんどくさいなって思いながら、あの、まあ、僕は相手にするんですけどね、そんなね、そんな時に僕はあの死にたいややつ、弾けねえや、覚えたいな、ピーズでね、死にたいやつは死ね、死にたい時に死ね、死にたいやつと死ね、死にたいやつは死ね、のんきに、なんだっけ、まあいいやそうや、死にたいやつは死ねっていうね名曲があるんですけどね、それがね、それで僕はね20代の前半に性格が明るくなったんですけどね、死にたいやつは死ねとか、日本酒を飲んでいる、煮詰まる前に潰れるさとかね、それで超鬱なアルバムを聴いて僕は性格が明るくなったという経緯があるんですけどね、あの、まあ そんなこんなとか、いやまあね、新曲を歌わない、まだ歌えないんです、そのできたの朝起きてさ、あれもうそっちやねんや、あれしたあのうんとね、なんかね夢でね運転してたんだけど、なんかどんどん目がかすんできて、もう年だなみたいなね、老眼みたいな、なんかまあそんな感じでね、視界がねほとんど見えなくなったのに予測で運転してるんですよ。この道はこっちの方だからここだって、こっちにカチカチカチってやってこうやって、それであのふうついたって思ったら、あのなんかアナウンスが流れて、今20人の人を引き殺しましたみたいなね、アナウンスが入って、マジかよみたいな、取り返しのつかないことしちゃったよみたいなね、そういう夢を見たんですけど、そんなそこら辺からもう新しい曲ができたんですけどね、人生を終えたい、ちょっと待って、人生を終えたい、
を始めたい、どうにもなんねえと思う人。そんな歌を作りました。まあそれに近い歌を歌おうかな、うん、そう本当は新曲なんていらないんですよ。いらないっていうか、みん全部同じ歌、同じこと歌ってるんちゃ歌ってるんですね。失って現れる、見えていたものが現なって、現れて流れていった。みんな夢だったように、何にもなかったように、あるあまりにもあるがままで、あることも忘れ、ありがたくなって、ありがとうと言ってみる。みんな嘘だったように、何にもなかったように、ある別れは突然現れる、悲しみと突然出会う、知らんぷりはもうできなかった、知ってしまわった、だからにはある、失って現れる、おぼろに見えていたものがあらわになって、浮かんで現れて流れて消えた、みんな嘘だったように、何にもなかったように、みんな夢だったように、何にもなかったように、ある、ある、ある、うん、いやあ、ジョーさんもこんにちは、ありがとうございます、ねえー、ね、その新曲ができているのと、あと昔歌ってた歌がね、今ね、遠くまでは行け、遠くまでは行けないけど、自由に僕は歩くっていう、なんか東京住んでた時に、とにかく、お金がなくて予定もなくて時間だけがあるみたいな感じの歌です。歩いたみたいなね。で、ね、電車に乗って帰ろうかなって思ったら電車賃が足りなかったとかね、まあ、ちょっとだいぶフィクションなんですけどね、なんか綺麗な鳥の羽を拾ったから嬉しくて近所の子供に話しかけたら逃げられたとかね、結構気に入ってたんだけど、ちょっと変態かなっ
って思って、伝わんないかなって思って歌うのやめてたんですけど、うん、しかも大した曲じゃないしなっていうのがあって、なんか妙に歌いたくなってさ、それで昔の音源探して MD なんですよね。 MD でずっとその20代の頃録音してたから、再生機器がねないというないっていうか あるんだけど壊れてたみたいなことになって、ちょっとわたわたしてるところです。そんな新曲古い曲も、うん、僕はあまり変わっていないんだなって思いながら、諦めるみたいな感じですね。これ歌おう。この歌で最後かな。食べ残し生き残り、大事なもんは全部壊れちゃった。忘れてたけど、こんな場所にこんな季節にまだいたんだね。僕のことを覚えているかな。懐かしい気分で話しかけようかな。調子がいいときゃ気がつかなかったくせに、今さらどんな顔すりゃいいんだろう。嫌われもん役立たず、誰にも触られず、まだ残ってた。ずいぶん変わった、そりゃずいぶん変わった。それほどたくさん季節流れたね。僕のことを辛かったのか、本当は踏んで踏まれて今に至るんだ。僕のこと覚えているかな。覚えてるはずないよな。夕日は沈む。